どうも皆さんこんにちは、リュウジンです。親子の絆をギターで深めるをテーマに今日もジャガジャガやっております。どうぞよろしくお願いします。今日は継続力を身につけたいあなたが取るべき3つの行動というテーマで話をしていきたいと思います。まずはじめに、何かを始めても三日坊主で終わっちゃうとか、熱しやすくて冷めやすいタイプなんだよなとか、何かを続けていく自信がないなという、そんな悩みについて一緒に考えていきたいと思います。まず結論から先に申し上げると、これは3つの行動というのはですね、筋トレをする、日記を書く、本を読む、この3つになります。その理由としてはこれもシンプルで、この3つの行動を継続すると自己肯定感が上がるからという理由になります。そして今日話をするその継続力と自己肯定感というのは密接に関係していると僕は思ってますので、ここはすごく大事なポイントになるんじゃないかなというふうに考えてます。じゃあ具体的に掘り下げていきたいと思いますが、まずは、継続力を身につけたいと言って特別ね、難しいことをやる必要はないんじゃないかなというふうに思います。むしろ簡単で、かつそのハードルの低いことをですね、コツコツやる癖をつけていくというのが重要になってきますね。そしてこの3つの行動を取る上で共通している大切な点がありますが、それは何かというと、頻度を高めるということになります。どういうことかというと、筋トレを例に挙げると、1時間のトレーニングを週2回やるのと、20分のトレーニングを毎日やるのと、これをね、比べた時にどちらがいいかというと、その後者の方ですね、20分のトレーニングを毎日するというのが継続力を高めていく上では非常に重要なポイントになってきます。ですので今回挙げている3つの行動を毎日やること、これをね、強く僕はお勧めしますということになります。じゃあそれぞれ順番に見ていくと、まずね、筋トレをするということですが、これはですね、自宅でできるトレーニングで十分じゃないかなというふうに僕は考えていて、実際に僕がやっているメニューを紹介しておくと、まずですね、夕食後にヨガマットを敷きます。そして、YouTube をね、イヤホンで聞き流しをしながら、まずは腹筋ローラーでコロコロですね、これを15回3セットします。そしてプッシュアップバーというですね、腕立て伏せをしやすくするような、そういう器具を使って腕立て伏せを15回3セットします。その後にスクワットを15回3セットするという流れで、これでだいたいそうですね、20分ぐらいかな、それぐらいかかるかなと思いますけども、これをね、ほぼ毎日やってます。で、これは効率を上げてくれるような筋トレグッズ、先ほど言ってたその腹筋のローラーとか、あとはプッシュアップバーとかですね、この辺もすごくおすすめなので、これはコメント欄の方に、貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。そしてこれをね、可能な限り毎日やるということですね。で、僕がそのほぼ毎日やってると言ったんですけど、それなぜ毎日じゃないのかというと、僕はそのランニングも習慣化しているので、夕方ランニングをした日は筋トレを休憩するというふうに自分の中でルールを決めてますので、この辺もね、自分といろいろ相談しながら、考えていくといいんじゃないかなと思います。そして筋トレのメリット何かというと、これはですね、コツコツ積み上げてきたことが見た目で分かるんですよ。見た目が変わってくることが分かるので、それがすごくいいんですよね。この努力が目に見えて分かるっていうのは本当に素晴らしいことで、自己肯定感を上げてくれる最もシンプルな行動じゃないかなと僕は思っておりますので、今日3つ挙げる行動の中でもこの筋トレっていうのはすごく僕の中ではおすすめですね。そしてその初心者におすすめなのは、歯磨きしながらスクワットですね。で、これってIf Then Planningと呼ばれるその習慣化の手法になるんですけども、毎日必ず歯磨きしますよね。で、その歯磨きに習慣化したい行動を組み合わせるという、そういう手法になりますけども、別にね、これをもってムキムキになる必要は全くありませんので、軽い気持ちでね、始めてみるのがいいんじゃないかなというふうに思います。続いて2つ目の行動として日記を書くということですが、僕は1日のどこかで15分間必ず日記を書く、そんな習慣がありますね。で、これはもうかれこれ2年くらい続いている行動でして、旅行先だったりとか、どんなにね、時間がない時でも必ず書くようにしています。でね、そんな毎日書くことないよという方もいらっしゃると思いますけども、別にね、これって本当に何でもいいんですよね。ギターで言うと、その今日ちょっと G コードがいい感じで弾けるようになったなとか、なんか指先の皮がちょっと厚くなった気がするなとか、もう本当に何でもよくて、
書いてみるといいと思います。で、ちなみにその昨日僕が書いた内容としてはどんなことを書いたかというと、まあ、ギターの練習曲はちょっと一回ハッピーバースデー練習してみようかなとか、あとは子供の成長スピードってすごい速いなとか、久しぶりにブログ書いたら楽しかったなとか、まあ、そんなあの内容のものをサクッと書いてます。ですので、まあ、これもね、軽い気持ちで始めてみることをお勧めしますということになります。ここでその日記を書く上での3つのポイントを紹介しておくと、まずですね、誰にも見せないということですね。まあ、最近だと SNS の発信に使いたいとかもいますし、あとは家族や友人にちょっとね、自慢的な感じを入れてみたいとかですね。まあ、少しでもそういう考えがあると、自分の感情に嘘をつくことにつながってしまいますので、誰にも見せないというところは守った方がいいルールになりますね。そしてありのままの感情を書くということで、まあ、これもね、その先ほどの誰にも見せないというところにもつながりますけども、見せないからこそもう何を書いても全然恥ずかしくないはずなんですよ。なのでもうここはありのままのね、素直な感情を書いてみるというのがいいと思います。そして3つ目のポイントが書くことに集中するということですね。これ書くという動作が結構ね、心を落ち着かせてくれるんですよね。で、タイピングでもその記録を残す上ではいいとは思うんですけども、僕はこの書くことにこだわっていますね。はい。まあ、この方が結構ね、落ち着きますということですね。ではその日記を書く上でのメリットを考えてみると、これはね、形として残るので、これがね、また先ほど言ってた自己肯定感にすごくつながりやすいんですよね。そして過去の自分が何を考えていたかが、後で見たときに分かるので、これもね、すごく重要なポイントじゃないかなと思います。そして、書くことに集中するということで、精神を安定させたりとか、イライラしないとか、落ち込まない、まあ、こんなメリットがあるんじゃないかなというふうに思います。では、最後に本を読むというところですね。まあ、これは、その普段本を読まない人にとっては、一見ね、ハードルが高そうに思えますけども、別にね、気合を入れて本を読む必要は全然ないんですよ。で、毎日15分でいいと思います。で、僕は必ず何らかの形で毎日読書をするようにしてて、まあ、どういう形かというと、例えばまあ子供が宿題をしているそばで僕は毎日横について本を読んでいますし、あとは通勤とかランニング中ですね。あとは寝る前に少しだけ読むとか、まあ、そんな感じでやってますけども、まあ、特にね、おすすめなのがこの Amazon Audible っていう、まあ、聞く読書ですね。まあ、これのコンテンツをすごくおすすめしてるんですけど、ながらで読書できるので、これからね、読書習慣を身につけたいという人にとってはもうすごくいいコンテンツじゃないかなと思います。僕はもうすでにね、40冊以上はもうずっとこれで耳で聞いてて、本当に皆さんにお勧めしたいなと思ってるサービスなので、ぜひね、無料体験もできますので、コメント欄の方にリンク貼っておきます。よかったら、チェックしてみてください。まあ、日常の行動の中にこう読書を馴染ませていくような、まあ、そんなイメージで捉えるといいんじゃないかなと思ってまして、本を読むぞってこうね、肩肘張らないのがポイントだというふうに僕は思っておりますので、まあ、まずは1日10分、15分とかね、始めてみるといいんではないかというふうに思っております。それではまとめに入りたいと思います。今日は継続力を身につけたいあなたが取るべき3つの行動というテーマで話をしてみました。3つの行動というのは、筋トレをする、日記を書く、本を読むですね。まずはね、どれか一つでも始めてみることを強くお勧めします。そして、コツコツ継続する力が身についてくると、自然とね、自己肯定感というのが高まってきます。そして気づいたら継続力が身についているという、まあそんな感覚ですので、すごくね、この3つの行動というのは重要なものになってくるかと思います。そしてもうそうなるとね、正直で無敵なんですよ。というと、新しいことに怖がらずに全然、チャレンジできるので、ここはね、すごくいいところじゃないかなというふうに思いますし、まあね、一回騙されたと思ってこれを機に始めてみることを強くお勧めしますということですね。はい、というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。僕のチャンネルでは親子の絆をギターで深める、これをテーマにギター初心者ならではの悩みですとか育児や教育に関わるコンテンツを継続して配信していきたいというふうに思っております。 Twitter、ラジオ、YouTube、ブログと幅広くやっていきたいと思っておりますので、ぜひ引き続き応援の方よろしくお願いします。またこの放送がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。ということでこの辺で終わりにしたいと思います。以上、龍神でした。次の放送でお会いしましょう。バイバイ。